きなです。 UU クラブ TV ご覧ください。こんにちは。365日カレー2018です。今日はおなじみココ一番屋さんへやってきました。そして、期間限定メニューのケイちゃんカレーを食べてみたいと思います。店内に入ってメニューを見ています。岐阜県の郷土料理ということで、ケイちゃん、これをメイン具材にした期間限定メニューです。私は以前、これまでに、高山市の方でケイちゃんという料理を食べたことがあります。ケイちゃんという料理を食べた私の印象とすれば、焼き鳥でよく食べる鶏肉とキャベツ、それをこう炒めた料理だと、少し味が濃くて、香ばしい料理だという印象があります。それを、ココ一番屋さんはメイン具材にして、期間限定で発売されているということで、ぜひ食べてみたいと思いました。出てきました。見た目とても美味しそうです。お皿の中央に乗っているケイちゃん、これも以前私が食べたことのあるケイちゃんがそのままトッピングされている、そんな印象です。ではいただきます。まずはソースの味わいを確認したいと思います。期間限定メニューということで、よく食べるココイチさんのココイチのカレーとは何か違う風味を感じます。そしてケイちゃんと一緒に食べてみると、意外にもというのも、実は食べる前には果たしてカレーとうまくマッチするのかなというケイちゃんに対してそんな思いがあったんですけど、とても、美味しく食べています。ケイちゃんの香ばしさ、お醤油だと思うんですけど、醤油のその味わいとカレーがうまくミックスされているような、そんな印象です。鶏肉自体はとても歯ごたえがあって、美味しいです。全体的には、濃厚です。ココイチのカレーは一般的にややマイルドなものが多いという印象なんですけど、この期間限定メニューケイちゃんカレーは、とても濃厚だと思いました。いただきました。美味しかったです。と同時にやや味わいに癖があるかなとも思っています。それはケイちゃんの、タレというか、醤油ベースのタレですかね。これが、カレーをとても、濃厚にしています。私自身はもともと最初に言いました通り、ケイちゃんを、高山の方で食べたことがあるので、おおよそその想像をしながら食べることができたんですけど、ケイちゃんという料理を食べたことがない人にとっては、ココイチのカレーらしくない味わいだというふうに思われる方も、多いんじゃないかなと。それほど個性的な、期間限定メニューのカレーだったと思います。それではまた明日。今回のゆうゆうクラブ TV いかがでしたでしょうか。よかったらグッド押してね。もしよければチャンネル登録もお願いします。
バイバーイ。you